ちょっとあさすがに自分の顔やばって思ったので眉毛だけ先に描きました。すいません。ちょっと本当にね、本当にね、顔がね不細工すぎてね、話になんないのよ。だからちょっと私の顔ができるまでっていうのを今日お届けするんですけど、私がおしゃべり会に行ける顔になるまでをみんなに見せつけていきたいと思うんですけど、本当にね、私配信やめようかと思った。ちょっとなんか自分で思ってたよりももうブサイクだなって思いました。で今花粉でねめっちゃ 肌荒れがすごくて、すごいシンプルに気分が悪い今おしゃべり会ちょっとメイクしますとか言ってさ、メイクするところ映さないタイプの人間です。ちょっと恥ずかしい。鼻水がねすごい出るんだよね。さっき薬飲んでみたけど効くんだろうか。おはよう。なんか一回ね7時半に目が覚めて、でも昨日なんか夜更かししちゃって私、だから7時半起床じゃちょっと私は今日7時半起床でそのまま起きているのはちょっと私今日無理だなって思ったから二度寝してみたらこの時間。ちょっとねどうしたもんかね恐ろしいね。全然可愛くない。寝起きで可愛い人ってすごいんだなって思う。むくみむくみんすぎてさむくみむくみんすぎる。昨日めっちゃ食べちゃった。昨日めっちゃ食べちゃった。なんで2回行ったんだろう。昨日は自分の気持ちを止められない日だった。なんか最近食べる日はめっちゃ食べる、食べない日は全然なんか全然食べないみたいなさ生活してるから絶対体には良くないんだけど、見てこれ何してと思います。これなんかねこういうのをゴムをね耳に引っ掛けておくとなんかむくみが取れるらしい。わかんない、諸説あり、本当かわかんないけど、これはマイカさんがやってて、あと指原さんもね YouTube でやってた。本当かわかんないけど本当かわかんないってさ、人がやってるって言っといて本当かわかんないって言わない。私に効果があるかわかんないんだけど、なんか気持ちだけでもやってる、やらんよりマシな気がする。萌香さんがねやってた、かわいいよ。萌香さんがやってんなら、萌香さんと指原さんがやってるんだったらそれは絶対効果あんなと思って真似しちゃった。流行ってるんかな、あんまメンバーでやってる人いないけど。こんにちは。お腹空いちゃったな。昨日めっちゃバク食いしてしまって、なんか最近外食に行ってもいやまあ食べるんですよ、人より食べるんだけど、
かそんなに食べないんですけど、普通ぐらい、なんか普通ぐらいの子、普通の平均的な女子が食べる量よりちょい多いかなくらいは食べる。なんか違うの、普通に食べるの、普通に食べて、なんかそれでなんか別にお腹いっぱいってわけじゃないけど、お腹いっぱいじゃないけど別にいいやってなってるんですけど、家で食べるとき、家でなんか一人でご飯食べるときってなんかお腹いっぱいになるまで食べないといけないんですよ食べないといけなくないんですけど、食べないといけないみたいな気持ちになる。ちょっとメイク飽きてきちゃった。飽きるほどやってないんですけどね。なんか家でさ、ご飯食べるときってお腹一生お腹いっぱいになんなくないですか。だから全然お腹いっぱいになんないから一生食べちゃう。え、アイラインなくした。私の顔で一番何が変わるって、アイラインをすると別人に生まれ変わる。メイク明日にしとく。あー確かにあり、それもちょっと先延ばそうかな。家でさ、ご飯食べるとき、一人でさ特に食べるときって一生なんかお腹いっぱいになんない。いや私はね、メイクで大変わりするタイプの人だから、みんな驚くなよ。あんま私のメイク技術侮んないでください。これ昨日お姉ちゃんからなんか送られてきた服です。自分じゃあんま買わんタイプの服でも、めっちゃさ、なんだろう、家にいるだけとかさ、スーパー行くだけみたいな日にめっちゃちょうどいい服じゃない褒めてんのか何なのか分からんけど。あ、おしゃべり会はこれじゃない服でやります。ひなこちゃんボーダー着てるから僕もボーダー着なきゃ、私もボーダー着なきゃって思わなくて大丈夫だよ。誰も思わんけど、ハートありがとうございます。ますます姉の話するとさ、なんだっけ、お姉ちゃん似てるのってめっちゃ聞かれるんだけどさ、自分じゃ分かんないよね。メールにさ、そうやって書いたんですよ。姉が服送ってくれた、ウケるみたいな。でもなんか声はね似てるって言われるかも。なんかお姉ちゃんの方がもっとちょっとハスキーかも。ちょっとなんかね、母、父母は私と姉がの声あんま聞き分けられん電話とかだと聞き分けられないっていう。さあ、ゆなこ選手、なんか目がはっきりしてきた。アイラインあった。だるまありがとうございます。疲れちゃった、ちょっと一回休憩。
今日は何するんですか？土曜日？この配信を見てくれてる人はさ、今日休みなんかな？わかる、黒と白のボーダーって囚人だよね。丸取り見てる。あ、ごめんなさい、時間かぶせちゃった。3連休か。おやすみかい。私も喋り会だけどお休みみたいなものです。ただ楽しいだけだから。連休だけどさ、花粉すぎてさ、外出る気になれないよね。でも私今日休みっていうか、おしゃべり会も何もなければ家にこもる。3連休でも じゃあ私のメイクで一番変わるパーツをいじっていきます。どうだ、あ、でも今日あんま上手じゃない。待って、アイライン しながら喋るって無理じゃない？ちょっとやってみよう。あ、終わっちゃった。終わっちゃった、アイライン。あ、でも今日なんかいつもと形違う。でもいいや、今日はそういう日ってことで。今日のテーマなんだろう、ないですけど。プリンのパーペみたいなの、ありがとうございます。今日の目標は30分で顔を終わらせて、30分で髪の毛を終わらせて、あとの時間はなんかご飯食べたいなみたいな。だるまありがとうございます。タコありがとうございます。なタイムスケジュールでやらせてもろてます。もらってます。はい、大変わり。なんか今日なんか強そうなメイクしちゃった。そういう時もあるね。え、はい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 、今日は強め。でも今日ね、黒い服着るのでいいかもしれない、強い女メイクで。ちょっと来ちゃった。来ちゃったよ。ね、100円ショップの、あ、嘘つき。嘘つき、これだ、これ100円ショップ、これ付録。めっちゃさ、同じ会社で作ったみたいじゃない？なんかどっちもキラキラしてる。っていう紹介でした。はい、そして私のメイクで、まあ、2番目くらいに
いや2番目じゃないな、4番目くらいに重要な涙袋です。涙袋のさ大事さに気づいた人ってさ誰なんだろう。最初に涙袋がある方が可愛いとか気づいた人って誰なんだろう。あ、ネイル変えました。かわいいねちょ。なんかリボンつけた。やばい、めっちゃ飽き性だからさ、自分でできるってなったら毎日変えたくなる。なんか今回は顔青みピンクみたいなやつです。かわいいでしょ。マジで飽き性なんだよね。ちょっとリボン見せようと思ったけど中指立てそうになったわ今。かわいいでしょ。なんかねピンク好きなんだよね。爪はピンクがいいんだ。服は黒がよくて爪はピンクがいいよくて、髪は黒茶色がいいくて、なんだろう、でもさ私黒い服が好きなんですけど、っていうか黒い服が似合うと思ってるんで、似合うって言われるんですよ最近。だから黒い服好きになったんですけど、でも春の春服ってさ、春にさ黒着てるとさなんかって感じじゃない。PC 検査、あ PCR 検査かと思った。パーソナルカラーってやつですね。わかんないです私あれ。なんか一回さちゃんと見てもらいたいけどさ、なんかお金かかるっていうから渋ってる。なんかでも私の場合はさなんかなんですけど、なんかそれで診断してなんかパーソナルカラーってさ最近のこの流行りでさ、なんかあなたにはこういう系の色が似合いますよっていうのを診断してくれるんですよ。それを春夏秋冬みたいなので選んでくれるんですけど、みたいなのがあるんですけど、そうイエベブルベ、イエベです、あなたはブルベです、みたいな。でも私なんかメンバーもねなんかよく診断してくれるの。なんか別に何のあれもないけど、なんか自己診断みたいなのでメンバーもやってくれるんですけど、めっちゃ人によってね診断結果違う。なんかメンバーによって言ってること違うからわからん。なんかだから何でもいいんだなって。逆にさなんか全員が全員さあなたは絶対これですこれですって言われたらさ、なんかもう逆にさそれをめっちゃ信じちゃって、それ以外着れなくなっちゃう私多分。なんかあなたはこれですって出ちゃったら多分それ以外のものを切るのめっちゃためらうようになっちゃうから、なんか診断しないでなんかまあ何でもいいんだなくらいで、結局好きなのでいいんだなみたいな気持ちでいます。何って言われることが多いんだろう。でもなんかマジで人による、マジで人による。なんか最初は自分でなんだっけ、イエベ秋っていうのがあって、なんか春夏秋冬、あ今まつげ上げてます、別に説明せんでもええか。なんかそういう春夏秋冬をさのなんか自分秋なんちゃうかなって思ったんですよ。なんか秋はねなんかこっくりした色、なんだろう、みたいな、なんかなんだろう、どういう系。まあ、なんか秋って言われることが多かったんです最初。でもなんか最近なんだっけ、冬って言われたりな、冬とな、なんだっけ、冬か秋って言われてたの最初。でもなんか最近春って言われることもあるし夏って言われる時もあるからもう分かんないよね。だからあもう何でもいいってことだねって思った。
か昔は白の方が似合う、黒と白だったら白の方が似合うって言われてたんだけど、最近黒の方が似合う気がする自分で、服とかだったら。そう、あ、確かに生まれたの夏だから夏でみたいな。でも私がなりたいのは、なりたいのはなんだろう、でも、ね、全部好きだわ。多分どれになっても嬉しい。でも日本って黒い服が一番売れてるらしいよ。なんかそれ聞くとさ、なんか多数派に屈した感じするじゃん。それで黒い服好きって言っちゃうと。プリンありがとうございます。なんでだろうね、黒い服が一番売れてるらしいよ。知らんけど。今まつげ中です。まつげは私のメイクで5番目くらいに大事かな。涙袋の次。まあやらん時もあるって感じです。でもやった方が絶対いい。なんか男性はさ、する人ももちろんいらっしゃるけど、あんまりメイクする女性ほどしっかりメイクしない気がするんですけど、逆にすごいなって思う。すっぴんでも、私すっぴん人に見せられる顔してないから、すっぴんで街に繰り出せない人になってしまった。なんかアイドルはまつげめっちゃ重視してる子が多いと思うんですけど、なんか私はまつげを重視してもあんまり、なんか逆にケバくなるタイプで、だからあのまつげパーマとかすると多分あんま似合わないんだよね。しない方がいいかも。でもしてる方が垢抜けて見える多分。お出かけメイクする普段、行く場所による。なんか今マスクも全然当たり前にできるから、するから、ここ全然スピンで出かける時もある。なんか出かける場所によるかも、場所と用途みたいな。何しに行くかみたいな。まあ、まつげの順位低いと言いつつ、しっかり私はまつげをやります。やばい、あと2分ぐらいで30分経っちゃう。やばい。誰もありがとうございます。私多分スピンで街を歩いてても気づかれないし、別にメイクしててもあんま気づかれないんですけど。誰もありがとうございます。仕事に戻ります。頑張ってみんな。今日お仕事な人もいらっしゃるよね。そりゃそう、まつげがそんなに重視してないと言いつつ、私はこういうものを使います。これはなんかホットビューラーっていうなんか魔法の道具です。傾いてきたんだけど。そうでしょ。でもあんまり出かけないから、出かけるけど出かけないから、出かけるときはもうメンバーとだから、でメンバーが大体メイクするから、メンバーメイクしてって自分がメイクしてないと本当にあのもう月とすっぽん状態だから。メイクしててもそうなのに、しなかったら余計にそうなるので、あんまり、うん、だからしてる子かな、してることの方が多いかもしれない。まつげ印象変わる、マジ。なんかまつげするとなんかちょっとはっきりする顔が。
眠いな。いつもの手順が分かんなくなった。何してたっけ。次今ホットビューラー温めてます。あ、温まった、温まった。タコありがとうございます。タコかいな、チューチュータコかいな。今ホットビューラーでまつげを温めてますこんな便利なものがあるんですね、世の中お腹すいた、お腹すいた、お腹すいたな、お腹すいたな、お腹すいたな、お腹すいた、お腹すいた、お腹お腹お腹すいた、お腹すいたよ、お腹すいた、お腹すいた、お腹すいたよ、お腹すいた、すいたよ、お腹すいたよ。私のメイクのポイントは、なんかホットビューラーとか使うけど、あんまりまつげをギャンギャンに上げないことですね。ギャンギャンに上げすぎないで、なんかなだらかな、こうカーブ、なだらかなカーブを作るっていうのが私のメイクのこだわりです。なんかナーチュ、あくまでもナーチュみたいなナーチュです。お腹すいた、お腹すいた、お腹すいたよ。ちょっと眠い気がする、お腹も空いてる、眠いけれどメイクしなくちゃ、これからみんなとおしゃべりするから。あ、お腹すいた、お腹すいたあ、めっちゃおでこ出てた。お腹すいたよ。はい、今マスカラ塗ってます。マスカラはなんかまつげを伸ばすものです。あ、伸ばしとこかって感じです。伸ばせるもんは伸ばしておこうかって感じ。まつげは伸ばせばもう伸ばすほどいいですからね。なんぼ伸ばしてもいいですから。ほいほいほい。ハートありがとうございます。なんか私はなんか一時期めっちゃまつげ本当になんかゲジゲジぐらいまつげやってたんですけど、最近はなんかあんまりそんなにゲジらないまつげの方が好きです。ナチュ、まつげに関してだけはナチュみたいな、他は別に普通。小判ありがとうございます。桃まんじゅうありがとうございます。花束ありがとうございます。なんか本当にね、前は虫みたいな目してたんですけど、最近なんか手を抜くことを覚えました。いい意味で。世の中いい意味でってつけたら何言ってもいいみたいなとこありますからね。知らんけど、めっちゃ前髪ボサボサやん。なんかこうメイクするときにさ、前髪をピンで留める人が多いと思うんですけど、私それやるとめっちゃ前髪に片付くんですよ。前髪の流れが、なんか流れが片付いちゃうんで、あんまり上手に前髪作れなくなるからあんまり私はピンで留めない。なんかみんなになんか意地でもおでこ出したくないやつって思われてるみたいだけど、メンバーには。もう普通にちゃんとした理由が、正当な理由を
思って私はそうしてるんだけど、そうなんです。逆に言うとみんななんで片付かないんだろう、羨まい気質なのかな。気質って変わんないよね。いや変わることもある。喋りながらさ、おメイクしてると全然進まないわ。違う、喋りながらしてるせいじゃないわ。私がただタラッタラやってるからよ。さっさとしてね。冬取れます。うわ、わわわ、はい、まつげ終わりました。なんか目薬さすね、ちょっと目薬さすね。目がかゆくて、でも目かいたら目が終わるから目薬さします。私目薬さすのマジうまいから任しとき。おいおい、左目いった。おい、ただいま。目がかゆい。髪の毛どうしよう。今日髪の毛何がいいと思いますか。でもなんかゴム的なやつどっかやっちゃった。ゴム的なやつ探すね。いや別におろしでもいいんですけど、おろしでいいか。髪の毛、別に顔終わってないけど髪の毛いこうとしてる。だってさ、もう12時7分だよ。そろそろ髪の毛やらないと時間なくなっちゃう。ツインテールストレート。だるま、ありがとうございます。ちょっとゴムみたいなねやつをね探したいんですけども、どこに入れたかな。私すぐ物をなくすんだよ本当に。物なくしのプロって呼んでいいわよ。あたた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 たごめん。顔を割らせよっか。冷静になって。私行き急いでもねいいことないですか、人生ね。カバンが映ってるはず。あ、中身映ってないからいいや。あ、これ毛布です。これはごめんごめんです。これはメンダコ。ここにはタキサムいっぱいいるよ。すごい、なんかさメイクしたらさ人が変わっちゃってなんか気まずい。みんなと顔合わせるのごめんね。顔を偽ってきてしまって。まあでもそれでね可愛くなってるから許してって思う。
最悪や。顔になんかマスカラついた、ついてた。そういう時もある。そんなに変わってない？ありがとう。あのさ、絶対やめてほしいことがあるんだけどさ、マジで振りとかじゃなくて本当にやめてほしいことがあるんだけどさ、メイクする前の写真とさ、メイクした後の写真スクショして載せるのだけはやめてほしいんだよね。メイクする前の写真をスクショするだけでもさ、私はちょっとあんま許してないんですけど、まあでも個人の自由、個人で楽しむものをね、制限するのは良くないかなって思うんです。ハート、親子ハートありがとうございます。そこだけよろしく頼むよ。はい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 。なんかハイライト塗ったら光りすぎた、やめた。チーク塗ろうか。あ、お粉をしようか。やばい、手順がさぐちゃぐちゃ。なんかこの間ね、春のね、なんか YouTube のなんか Get Ready With Me ってやつ、最近覚えたワード、なんか朝の準備してる様子を動画にして、みんなもこれ見て、一緒にこれ見ながら一緒にゲームじゃない、一緒に準備しようねみたいな動画を載せてたんですね。はい、もうメイク配信っていうか、メイク動画って感じの動画だったんですけど、それ見ながらこの間私一緒にねメイクしてたんですよ。そしたらね、なんだっけ、そう、春のねメイクする手順がめっちゃね、なんか行ったり来たりすんの。なんかアイメイクしてるんだなと思ったら眉毛やり始めたり、なんか春って変わった手順でするんだなって思ってたんだけど、なんか気持ちが分かりました。こうやって喋りながら、なんか人に見られながらメイクしてると手順とか忘れちゃうよね、忘れちゃうんだなって思いました。だからごめんね春。あれしましょう。オッケー。だるま、ありがとうございます。歯だるま。なくした。あった。すごいわ、私こんなに自分の顔を変えられるなんて、詐欺師って呼ばれちゃう。今なんか花粉で乾燥してるのかな、肌荒れしててあんまり化粧がいい感じではないけれど、なんかそれはそれで完成に近づいてはいる。やばい、めっちゃさあれだ、時間かかっちゃった。はい、おはい、おほほほほほほってチークします。あ、もう変わんな、画面越しだとあんまり変化が見れませんが、一応チークしてみました。私はチークはあんまり濃くしない主義です。あ、はい、はい、もうダメです、ダメ。はい、わ、わわわ
か適当に、うわめっちゃ携帯なのやんけー、ちょっと確認しますね。あ、大丈夫なやつでした。無視っていうかスルーしといても。はい、なんかキラキラさせて、私はなんかキラキラをつけるのが好きなのでキラキラさしときます。そしたら、髪の毛やりますよ。はい、毛布の中からヘアアイロンを掘り出します。ウィンウィン。これ何時まで配信して大丈夫なんだろう、私知らんがなですよね。ヘアアイロンを温めます。はい、これで完璧に顔ができたので、もうおしゃべり会場にメイク道具持ってかなくてもいいんじゃないかな。リップぐらいでいいんじゃないかな。おしゃべり会14時から、意外と時間ないよね。意外ともうすぐだよね。だるまありがとうございます。はい、顔ができました。あ、リップしてません。もうみんなのためにリップしちゃうからね。はい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 、言いました。やばい、配信最初の私と大変わり。誰だろう最初にいたの。これが本当の姿です。なんか髪の毛おろしでいい気がしてきた。巻くか迷うな。結んでもいいな。なんかこの囚人スタイルだからあんまイメージが湧かないんですけど、どうしようかな。髪だけ巻きます。前髪伸びてきた。最近めっちゃ結構こまめに切ってるんだけどすぐ伸びる。前髪はさ別にそんな早く伸びなくていいんだけど、後ろの髪は伸びてほしいけど、前髪は別に伸びなくていいって思ってる。だるまありがとうございます。どうしよう。どうしよう。巻き下ろしか、巻き下ろし、巻いて下ろすか、なんかこういうお団子2つか、ストレート、ストレートじゃないのがいいな。か、なんだろう、あんまおしゃべり会で髪型変えないからちょっと変えよう今日ぐらい。かわいい、ありがとうございます。じゃあどっちがいいと思う、投票しよう。はい、
1番巻いて下ろす、2番、なんだっけ、あーなんかここの辺で2つ、お団子2つみたいなやつ、カバンが映る恥ずかしい、これは雑誌の付録でついてきたカバンです。ごめんごめんごめん、コメコメがさ人間になるの早すぎてびっくりした。なんかもっとさ10なんか20話ぐらいまでさ撮っとくかと思ってた。そんなさ2話ぐらい、2話ぐらい、2、3話で人間になると思わんかった。プリキュアさあれだよね、しばらくお休みだよね、めっちゃ悲しい。なんかさヒーリングとプリキュアもさ、なんかコロナの影響でなんかお休みになってさ、それで話数、話の数がさ普通49話とかあるんだけど42話ぐらいしかなかったんだよね。だから話44とかそんぐらい。だから今再放送とか、あと映画放送するらしい。でも嬉しい、映画は。あ、終わります。あ、1番巻き下ろしです。巻きます。え、どうしよう、上手にできるかな。あと、どうしよう、あと何分で完了すればいい。待ってね、あと何分で完了すればいいんだ。頑張れ私、ファイトファイト。なるほど、割と時間ないわ。だからさいつもストレートおろしにしちゃうんだ、こうやって。あ、意外と時間ねえやってなって、ご飯食べる時間なくなっちゃうよ。ファイトファイト、はい、こういうので巻きます。私これめっちゃ使うの下手なんですけど頑張ります、気合で。これめっちゃ使うの下手、保険かけとこう。やればできる子 YDK。 ちょっと髪の毛がボサボサすぎる。みんな今日おしゃべり会来てくれるんですか。お休みなんでしょ、お休みなんでしょ。今おしゃべり会来てくれるってことですよね。髪の毛めっちゃ抜ける。でも一時期めっちゃ抜け毛ひどかったんだけど、最近もうちょっとマシになってきた。行くよ、ありがとう、待ってるね、待ってるね、ありがとう。今受付中だから来てほしいな。今最後の受付今してる気がする。来てくれたら嬉しいな、嬉しいさって感じです。今回のシングルね最後です、今回の受付が。絶対来てほしいです。まだまだ間に合うはず、なんか4月のね分です。あったまったかな。私これ使うの世界で一番苦手やねん。はい、頑張れ私。ってやるんだっけ、なんか久しぶりにこれ持ち出してみた、調子乗ってこれ使ってみようって思ったけど、あんま上手にできないんだよね。まあこういうのはノリです。で
できるって思ったらできます。こういうのは親のやり方の正解がさ、いまいち、ああめっちゃ下手、分かってないんだよね。あれでも、でも負けた、負けるな私。負けないで、でも負けたい。あらあら、ね、できるじゃん。なんか思ったよりいけるわ。こういうのね、やけどしそうだよね、怖いよね。今これ180度ぐらいあります。みんな気をつけて、扱いには。はい、なんかこの表面だけやりました。あとの手をどうしようかなって今悩み中。負けたらあかん。うわ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 、かわいい、ありがとうございます。ハート、親子ハート、ありがとうございます。うわ、触っちゃった。昨日さ、なんか夜中にさ、DMM の自分の公演とかさ、なんかトイロさんの公演とかさ、なんかいろいろ見始めちゃってさ、絶対今やんなくてよかったよねっていう、なんかいや自分の公演見直そうって思ってたの、いつか。でも別に昨日の夜中にやんなくてよかったよねっていうことをやってしまった。なんかさ、しかもそれで自分の公演見てさ、それでやめればいいんだけどさ、その後さ、なんか気分乗っちゃってさ、トイロさんとかおつぼねさんとか、なんか甘みむめもも見たの、ちっちゃいもも見たの、ちっちゃいもんじゃないわ、ハルカムラも見たの。なんでハルカムラ見たんだろう、マジでアホなんでハルカムラ見たんだろう。いや違う、ハルカムラなんてさ、何回も見てるんですよ私は、何回も一緒になってるから。そう、サインボールさ、この間クラクラ公演あったんですけど、クラクラの時にサインボール投げるのめっちゃ失敗したから、それがどうなったかなって思って見とこうって思ったんですよ。確認しようって思ったら、なんか違うのも見てた。そのサインボールね、あれれれれれれれ、そう投げるの失敗したの、この間。違うの、なんかあんまり欲張って遠くに投球すると、あのそういう機材とか上とかにぶつかって跳ね返ってくる可能性があるので、あんまり欲張らずにみたいな言われてたんです、めっちゃ昔。なんかあれかもしれない、ジェリービーンズやった時とかに言われたんです。だから欲張らずに、なんか前の方のお客さんに普通に投げとけみたいな言われたんですけど、この間の私はちょっと気持ちが高ぶって立ち見を狙ってみたんですけど、たらちょっとミスった。まあそれも人生経験です。やばい、めっちゃ下手くそ。こういうのはね、ノリですからね。だからもうちょっと肩を鍛えてから出直したいと思います。そういうことじゃないかな。
私はまだね、修行が足りんかったみたい。わお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 、やばい、なんか左半身しか負けない、負けてないまま終わりそう。頑張れ頑張れ、私40分ぐらいまでに終わりたい。無理だね。クラクラ公園みんな見てくれましたか？そう、本当に定期的に開催していただきたい、切実に。この間3ヶ月ぶりとか、ちょっとさすがにね、ブランクが過ぎた。あ、ミスったミスった。みんなボロボロだった。おもろいくらいおもろいくらいボロボロやった。今年初めてだった、明けおめでしたね。明けおめ公演、スモアもこの間明けおめでしたもんね。そう、忘れちゃうの振り付け。似合う、ありがとうございます。これ負けてんのかな。負けないで。あれれ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 れ、ちょっと飽きちゃった、どうしよう、すぐ飽きちゃう。誰かやってくれ、ちょっと右半身巻く気力ないんだけど、半分でいい。そう、私ゆるく巻くのが好きです。これがっつり巻くと髪がブワってなるから、あんまり得意じゃないですよ。うわ、休憩したい、ちょっとでも私にはそんな時間ない。私めっちゃ時間にルーズな女なんですよね。絶対人付き合いするべきじゃない。時間にルーズなやつは何やってもダメだと思う。みんな気をつけようね、時間だけは守ってこう。知ってる、私は何を知ってるんですかとか言ってみる。でもね、みんな知ってるよね、私のルーズさを。あなたは私の何を知ってるの。プンプン、スカスカ。でも私も時間にルーズなやつマジで嫌だと、嫌だわ。気をつけるわ、今年の目標時間に厳しくする。あ、左半身完成かもしれない。なんか疲れたよ、パトラッシュ、僕もう疲れたよ。わわだだだだだだわだだだでんてるでんてん
ブンブンブンってスーパーソニー、和田だ、和田だ、ニンチンロシ、あと半分、あと半分、あと半分、40分までにできるかな。あと私さ、壇上読むのクソ遅えじゃん。じゃあ今日の壇上ラッキー何にするか考えよう、みんなみんなとか言ってて、めえ考えとけって感じなんですけど、やばい、ご飯抜きになっちゃう。気合い入れていくよ。え、なんかこっちの方がうまい。やるやん、やっぱ小判ありがとうございます。やっぱ追い詰められると力発揮できるタイプなんよな。だから時間にもルーズになっちゃうなん、どういうこと。こっちの方がうまいんだけど、みんな私の、今日は私の右半身を見る日でお願いします。わーわー、だ、目に親指ぶっ刺しちゃった。そういう時あるよね。はいはいはい、あと3分、無理だな、これ絶望的だった。頑張れ私、ファイトファイト、やばいやばいやばい、ラッキー、やばい、みんなにさ一緒に考えようとか言ってさ、コメント全然見てなかった。ファイトありがとう、お疲れ、ありがとうございます。私は今年自立した大人になるんだ。え、どうしたんだ急に。自立した大人になるんだ、だからみんな見守ってて。めっちゃ失敗した、めっちゃ失敗した。なんでこんな失敗したんだろう、めっちゃ失敗した。ラッキー、今年の目標なんで3月、あ、じゃあ今年度の目標で。めっちゃ適当なこと言っちゃった、適当に決めた、ごめんなさい、嘘、本気で決めたよ。え、めっちゃ下手くそになった、なんか今すごいダメだ、下手になった。一回休もう一回休みで、人生ゲームちゃうね。なーにゃ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 ー、そう、40分になっちゃった。みんなやばいです、私のご飯タイムが刻一刻となくなっていきます。まあご飯はね、おしゃべり会会場ついてからでもいいです。雪見大福くん、頑張って頑張って、ほらかき分けて、負けてない髪を助けて。全然ね、下手になった、さっきめっちゃ調子良かったのにダメだ、もうダメだ。何食べるの？桜餅食べたかった。桜餅昨日買ったんだ。本当に昨日なんか自分を抑えられない日だったから、めっちゃ今桜餅食べたいなって思って桜餅買っちゃった。ファイトありがとうございます。コンビニの桜餅マジでうまいよ、
マジうめえから飛ぶぞ。40分になったよね。わかる。そうなんだよね。え、なんかさ下手になった。ママ頑張って。これ全部一気に負けるかな。ちょっとさすがに無理だからやめとこ。歩きながら食べるしかない。じゃあ歩きながら桜餅食ってるやついたら私だと思ってください。そっとしといてください。やばい、着替えなきゃいけないよね私。頑張れ頑張れ。だるま、ありがとうございます。このままここでおしゃべり会していい？いいの？ありがとう。ねねねねねねね、やばい、腕が落ちてる。技術がの低下が著しい。ほいほいほい、頑張って。はいはいはい、ほら見てこの髪の毛どうしたと思う？わかんないよね。ちょっとさ、そろそろ諦めていいかな。諦めも肝心。これどうやってやるんだ。はいはいはい、なんか巻いてみたけどあんまり上手にできなかった。そんな日もあるよね。ちょっと本当に上手にできなかった。あんま慣れないことでさ、配信で急にやってみるもんじゃないですね。地に足をつけてた生き方をしようって思います。みんなありがとう。ごめんね、こんなねグダグダ配信でね。頑張ります。ええ今ね44分。やばい、遅くてもガチ無理だな。ちょっとダメだ。どんなに遅くても何時に終わろう。絶対に50分に終わりたいな。50分ですら今絶望的なんじゃないって思う。最初からこうすればよかったね。だるまありがとうございます。もうやばいのよ。頑張れ私、時間がないわよ。もうね、必死すぎて無言なんですけど、ごめんなさい。はい、終わりましょう。終わりましょう。これで着替えたら家を出ます。小判、ありがとうございます。なんかヘアオイル的なものをつけて置こう、一応。
終わりました。忙しい忙しい。それじゃあ、なんか間違った。壇上を読んで終わりたいと思います。みんなバタバタ配信ですいません。ラッキー、ラッキー花粉対策で今思いつきました。13位空白さん、ありがとうございます。花粉対策は時間にルーズにならずに生きることです。と花粉が落ち着きます。12位慎吾さん、ありがとうございます。パンダの抱き枕を抱くと、抱いて寝ると花粉が落ち着きます。11位まこちゃさん、ありがとうございます。冷蔵庫に私の写真を貼ると花粉が落ち着きます。10位マキアートさん、ありがとうございます。毎日私のことを考えて、もうユナコしか好きじゃない、ユナコしか見えないって毎日唱えて、唱えましょう。そしたら花粉が落ち着きます。9位マミマミさん、ありがとうございます。毎日早寝早起きをして桜餅を食べましょう。そしたら落ち着きます。桜味嫌いだったらごめんなさい。8位クラクラアットマサマサさん、ありがとうございます。携帯のロック画面を私にしたら花粉が落ち着きます。そういうのあるよね、ロック画面この人にするとお金貯まるみたいな7位通称クマさん、ありがとうございます。私とお花見に行きたいと、お花見気分を味わえば花粉が収まります。6位なおくんあとトマトケさん、ありがとうございます。トマト農家のなんかビニールハウスをなんかそのままお買い上げすると花粉が落ち着きます。しないでね。5位タガタンさん、ありがとうございます。目覚まし時計を5分おきにセットすると花粉が落ち着きます。花粉症じゃない人もいるからさ困るよね。でも私の花粉が落ち着くから4位トウカさん、ありがとうございます。どうしようかな。毎週プリキュアを見ると花粉が落ち着きます。3位3日連続とか引いてないさん、ありがとうございます。家を出るときにゆなこ行ってくるよって言って帰るときにゆなこただいまって言うと花粉が落ち着きます。2位サリオさん、ありがとうございます。毎日なんか私のメールに返信して、ひなこちゃん今日も可愛いね大好きだよふふって書いたら花粉が落ち着きます。1位オガピーさん、ありがとうございます。髪の毛上手に分けないひなこちゃんも好きだよって思ってくれていたら花粉が落ち着きます。そういう優しい心が大事ってことです。みんなありがとう。終わりました。あ、すごいギリ50分に終われた。みんなありがとう。ごめんね、こんな配信グダグダ配信ですいません。みんなまたおしゃべり会来てくれる方はまた後で、みんな今受付中だからおしゃべり会絶対来てくれよな。バイバイ、おやすみなさい。おやすみなさいじゃない、午後も頑張って。バイバイ。